ハリーにハリラヤハジナブシューワールド。はい、おはようございます。今日はなんとハリラヤラジハジハジ今日はハリラヤハジです。ハリラヤハジは牛をカットしてお肉をいただくっていう行事みたいです。今ここに牛いますけどどうですか？普通にかわいそうだな。そう、俺は思う。俺ら日本人はもう工場で肉を切ってそれがスーパーに並んでそれを買って家庭で食べるっていうのが当たり前で、こういう牛、動物を殺すっていう機会を見るのが初めてだからちょっと緊張します。こうやって生きてる牛を前に見て、これを今から屠殺されるところを見るってなるとちょっと怖いんですけど、まあ経験として3人で動物が切られるところを見てみたいと思います。いつも動物を見たらテンションが上がる2人が今日はもう元気がありません。はい、今牛が縄から外されて運ばれていくところです。始まりました。マジでやばい。待って、これ。はい、今柱に結びつけて牛を固定しているようです。もういよいよですね。意味合いとかはさ、ちょっと違うと思うけどさ、日本の小学校とかでもさ、食育みたいなのがあるじゃん。みんなで豚とかを育てて大きくしてからみんなで食べるみたいな、食べ物のありがたさを知るみたいな。やってました？やってない。だから俺多分こういうこのぐらい大きい生き物を殺すのを見るのは初めて。始まります。今たくさんの人が押さえて牛を殺すところが始まります。ちょっと見れないです俺。今俺らはちょっと見れないんですけど、まあ、イスラムの方、マレーシアの方々、みんな結構笑顔で笑ってる人たちもいます。こっちは初めてなんですけど、まあ、こっちだったらちょっとお祭り的な意味合いもあるのかもしれないです。始まります。今先ほどの1匹目の黒い牛をナイフを入れました。切るときはみんな、お祈りをしながら首にナイフを入れて血がドワーッと出ている状況です。ちょっと今僕たちあんまり見えなくて、ちょっと
目を背けています。で、まあ、僕たちが普段日本でも食べている食事も牛はこのように処分されているって思うと、まあ、知っておかないといけない現状というか、これがすごくいい経験になったと思います。どうでした？切るところを見ていて、これはなんだろうな、ちょっと難しいけど、まあ、まあ、これを俺ら多分 見た方がいいんだろうねとは思った。そうですね、うん、見たことなかったからさ、今まで。あ、鳥とかもないですか？見たことない。ないないない。でもこういうことがあって俺ら多分生きてるわけじゃん。そうっすね。なんかちゃんとご飯を全部食べるとか、そういう当たり前のことを大切にしないといけないなってちょっと思いました。今一匹目の牛をずっと血を流して置いていたんですけど、ちょっと息を引き取ったみたいなので、机の上に乗せてこれから肉を切り分けて、ここの地域の皆さんで分配するようです。 So after they cut the neck, so they're gonna cut the skin first, and then after they cut the skin, they're gonna cut the legs, and then take the inner arm, inner part, and then they're gonna hang and start to cut off the meat. You're gonna see that.ポコどうだった？初めての、まあ、首を切るところを見て。いや、別に言葉はないけど、うんうん、なんだろう、いや、僕ちょっと理解できなかったですね、うん、その意味が、この行事の意味っていうか、その、うんうん、三教徒の、うん、毎年のこれ行事なのかもしれないけど、うんうん、この今のこのお祭りに、まあ、どういう意味合いというか、どういう目的があるとかもちょっとコメント欄で教えてほしいね。まあ、ただ普通に衝撃的すぎて、うんうん、考えられなかった。でもやっぱこれ見ることって大事なんだろうね、うん、今まで当たり前に食べてたご飯とかがさ、宗教理解の意味でも、うん、見れたのは良かったかもしれない。そうね、まあ、僕らが毎日食ってる牛とかもこういう風に、まあ、こういう風に殺されてるのかわかんないけど、うんうんうん、こう人の手で殺されて、うん、おむけにされてっていうのはすごく考えさせられました。そうだね。パターンパターンパターン、すごい新鮮なお肉だね。あったかくてなんかぬくもりある、うん、あ、本当。はい、どうでした？カット終わりました。今から料理を作るところなんですけど、ここまで来てカットはまあ言うて、うん、言ったけど、殺されるシーンが一番あそこだったね、うん、だんだんもう普段見るようなお肉になってからは気持ちがちょっと楽になるというか、うん、そうだね、カッティング体験とかもしたけど、まあ感謝してこれからの食事に向かい合いましょう。よし、OK、じゃあご飯まで時飛ばし。はい、今からここでさっきの牛を使ったスープを作るみたいです。すっごく大きな鍋に入れて、ここら辺の町の人みんなで分けて食べるらしいです。さあ、料理工程を見に行きましょう。イニスサ、いや、ススサ、スサ、スサ、おい、またはやー、はやWe'll be right back.
はい、スープができました。めっちゃ匂いしてるくらい。やばいね。めっちゃ匂いする。めっちゃ匂いする。美味しい美味しい。はい、先ほどの牛さんと羊さんがいました。どうですか。美味しそうです。正直めちゃめちゃ美味しそうです。正直めちゃくちゃ美味しそうです。なんか正直さっきあんな怖かったけどさ、ここまで来たらマジ普通っすよね。食べたい、うん、早く食べたい。じゃあ食べましょう。命に感謝して。いただきまかん。いただきまかん。いただきまかん。スープと米だけでいける。どうだ。うん、うまい。いい出汁取れてる。オッケー、じゃあ肉。はい。これがビーフ。またいいね。またいいね。うまい。うん、マジでうまい。ありがたみがすごい。ありがたみがすごいね。マジでうまいし。みんながちょっと騒いする。おばちゃんクニャ。クニャ。さっきケーキ食べ過ぎました。マジで。間の休憩時間。これはちゃんと考えて。はい、ご飯食べ終わりました。美味しかったですね。美味しかったです。結局石はうまいってこと。なんか切った後にすごく時間空いて料理してるのを待ってたから、ちょっとその間になんか気持ちは落ち着いて。いや、落ち着いて。そんなことないよ。普通に食べるときちょっと怖かったですか。いや、命は尊いんでやっぱり、うんうんうん。なんかこれからの食事変わりそう。残さないように食べる。あー、それは間違いないです。今、他の方たちはまだみんなで揃ってご飯を食べていますが、僕たちはここで終わります。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。せーの、ジェンパラギー。バイバイ。はいはい。ジェンパラギー。ジェンパラギー。ヘイ。